発泡スチロールで立体文字看板を作ってみた。まずはじめに切りたい文字を印刷した紙と厚紙を用意します。次に紙と厚紙を重ねてカッターで切り出していきましょう。切り出した厚紙は発泡スチロールを切るための型紙として使います。型紙を発泡スチロールに貼り付けるので型紙に両面テープを貼っていきましょう。発泡スチロールカッターで型紙に沿って発泡スチロールを切っていけば立体文字の完成です。切り終えた発泡スチロールについている型紙を剥がし、発泡スチロールに両面テープを貼りましょう。次に、看板にするための土台を用意し、切り出した発泡スチロールを配置したい位置に並べましょう。配置し終えたら、鉛筆などで手書き線を土台に書きましょう。最後にスチロールの両面テープを剥がし土台に貼り付ければ立体文字看板の完成です。この放送は、日に新たに、日清化成工業の提供でお送りしました。